はい、皆さんこんにちは。やってきました、高田巌のラジオでフィットネス、イエーイ。今日なんか拍手がすごい賑やかなような気がするんですけども、今日は、ゲストをお呼びしてますので、まあ、後ほど紹介していきたいと思います。はい、フィットネスインストラクター高田巌です。東京都内の方で、フィットネスクラブを中心に、エアロビクス、ステップ、ヨガなどなどさまざまな活動をしてます。で、そしてここ沖縄、そして沖縄から全国、そして全国から世界にこのフィットネスという楽しさを発信したいと思いまして、この番組を立ち上げました。で、今聞いてる方、そして YouTube とか見てる方もいらっしゃると思います。なかなかね、やっぱこう体を動かしたいけどきっかけがないっていう方もいらっしゃると思いますので、今日はそんな感じできっかけができればなと思っております。はい、でその前になんですけども、今日自分飛行機で来たんですけども、今日はゲストの方と一緒に飛行機で来たんですね。そうなんですよ。で、飛行機乗るときに別に自分そのゲストの方と同伴ではなくて、席もバラバラだったんですけども、客室乗務員の方に後ろに座られてるお連れの方って急に言われて、自分が別にお連れの方は別に誰も言ってないんですけども、今日はお仕事ですかとか、自分の大会ですかって言われるんですけども、別に今日大会でも何でもありません。普通に今日はプライベートで来た感じなんですね。なんですけども、今日は自分が東京でエアロビクスの活動をしてるんですけども、今回は大阪の方でエアロビクスのレッスンでいいですか。はい、OK ですか。で、を活動している、ゲストお二人をお呼びしたいと思いますので、多分、素敵な登場してくれると思いますので、はい、皆さん、こうね、画面を見ている方ぜひ期待していただければと思います。ではお一人目から行ってみたいと思います。はい、どうぞ。はい、すいません、ラジオの方何をしてるか全然伝わらないと思いますので、はい、じゃあよかったら、はい、今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、緊張してますか。はい、緊張してます。そうなんですか。うちらはね、どちらかというとスタジオレッスンが多いので、人前に出て喋る仕事っていうのは本当メインなので、そんな緊張しないんじゃないですか。どうですか。あ、そうですね。どっちなんて。どっちなんて感じですよ。じゃあ簡単に、じゃあ自己紹介を。あ、はい、はい、大阪を中心に活動してます、はい、インストラクターの富田と言います。富田さん、はい、よろしくお願いします。もう一人いるんですよね、今日ね。はい。もう登場させるまで笑ってしまってるんですけども、はい、じゃあもう一方お呼びしたいと思います。よろしくお願いします。画面入ってる？ OK ですね。素晴らしいです。はい、どうも、大森はじめと申します。大阪、神戸市内を中心に、はい、レッスンを担当しております。今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。自分がね、振る舞いにも全部自己紹介を勝手にしてくれるというね、この素晴らしさ。今日たまたまね、大阪の方からね、一緒に飛行機乗ってきた時に、画面見てる方は分かると思うんですけども、キャラがね、ほら薄いでしょ。よく薄いと言われます。強烈なんで、客室乗務員の人にすごくマークされて、なんかいろいろ質問されて。そう、今日はね、客室乗務員全員が気になっていますっていうような一言を言われまして、何が起きてるのか分かんなくって。そうですね、びっくりしちゃいました。今日はもうキャラも確立されてるので、ぜひ今日はそんな感じで、今日のテーマはエアロビクスです。エアロビクスをテーマに、いろいろ話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。で、その前に、じゃあ大森さん、大森さんって、大森さんって自分呼ばないんですけども、はい、源さんでいいですか。源さんでいいです。源さん、なんで源さんなんですか。私の名前が、下の名前が元気の源と書いて、実は、はい、初めとも言うんですけども、まあ単純に源ちゃん、源ちゃんと言われ続けてもう30年以上になります。あ、それで、で自分が岩尾なんですけども、岩尾が漢字一文字の、まあ、巌流島の岩って難しい名前なんですけども、それがまあ岩なので岩ちゃんになります。で、2人 その出会ったきっかけっていうのがね、そうあるんですよね。はい、
フライト選手権大会っていうエアロビクスの大会がありまして、はいはい、この大会ってどういった大会かというと、はい、決まった振り付けを全員で踊って、競い合うという部門なんですが、はい、その大会に初めて出たのが2011年で、ガンちゃん2012年自分がね、たぶんね、2012かな、うん、っていう感じで1年後だったかと。富田さんは2011年一緒、はい、11年同期、うん、はい、でその大会に、出ました時にこのガンちゃんの存在っていうのを知って、しかも、2人が共通 の、 あのスポーツクラブで仕事をしているっていうのは実は後付けでしたという。そうそう、で、ね、あの活動場所はね、ほら自分は東京で、源さんは大阪じゃないですか、はい、だけどお互いに、まあ、存在は自分も知ってたんですよ、うん、強烈なのいるなみたいな今だからね、キャラもどかぶりっていうかね、ね、なんかほぼほぼかぶる感じで、はい、でその時は大会に一緒だったんだけれども、うん、はい、で年代もそれ年代別で競い合うっていう部門だったので、はい、まあ当時同年代だったんですね、はい、でまあ言ったらライバルですよね。そうなんですよ、やっぱ大会だから ね、はい、ライバルってなるとそんな仲良くは喋らないですよね。全然やっぱもう勝ち負けですからね、うん、はい、もうバチバチの状態で、はい、もう何この畜生みたいな感じの、常にもうそういう感じだったと記憶しています。思ってます。で、ある年もう3年前4年前ぐらいになると思うんですけど、なんか自分はまあ初めで、元気の源で初めで源ちゃん、はい、でガンちゃんって本当に自分名前がガンちゃんだと思ってたんですけど、はい、まあ当然そんなことないですよね。で岩尾さんって聞いて、じゃあお互いに源ちゃんガンちゃんは実は本名ではないっていうのを知ったので、はい、あ、これは本当じゃないっていうところでフェイク G っていう、フェイクはね、あの、うん、フェイクはあのフェイクですね、はいはい、偽りですよね、偽り で、はい、でフェイク G っていうユニット名を、あの会う前から、そうなの、そう、はいはい、会う前からユニット名を考えて、はい、もう一緒にレッスン したいなっていうのがあって、そうだったんだ。そう、自分は変な話、うん、あの会う前にやっぱりこうお互いバチバチ感があって、うん、変な話、会場とかでも一切喋らない、目も合わせない、すれ違ったら無視そうな感じだったんだけども、うん、まあ、ひょんなきっかけから、うん、で出会うタイミングがあって、そうですね、でもその時に会った時に、うん、あのなんかいろいろ逆になんか正直ね、まあ文句とか説教言われるのかなと思ったの。あ、そうで、まさか、いや一緒にこうなんか、うん、こうユニットを組みたいなんてもう全部考えてなかったので、うん、もうあの時にはもうすでにユニット名も考えて、もうレッスンも一緒にしたいなっていう思いがあって、まあ正直飲んだくれてる状態で、そう、飲みからであったから、うん、でその時もうベロベロで その思いを一方的にわーって言わされて、うん、自分はシラフだったんです、その時に、キョトンみたいなね、うんとしか言いようがないよねみたいな感じまで持ってたっていうなんか記憶してる。そう、でその時に、あ、なんか自分の中で、あ、この方を東京に一度呼んで、あのレッスンを一緒にやりたいなっていう、なんか自分の中で変な使命感があって、そこがきっかけで、あの、まあ、2人でいろいろこうジョイントとかさせていただくようになって、自分も最近大阪の方で、あのエアロビクスのレッスンをさせていただくことができたのも、あ、彼のおかげかなと。あ、そうですね、うん、はい、まあ、フェイク G でもう何、はい、10本はレッスンしてきたんですけれども、でちなみにじゃあ源さんと音美さんはここはどういうつながりだったんだ、もともと。もともとはあのこのインストラクターの仕事をする前に、うん、彼のレッスンにずっと通ってて、いや、まあ、メンバーさんってことですね、追っかけじゃないけど、そうですよ、追っかけ、追っかけ、はい、で通ってる時に声かけてもらって、食事がないっていう話になって、はい、でそれから結構いろんな話をするようになって仲良くなって、はい、でそっからその時はメンバーでしょ、メンバーで今はインストラクターじゃないですか、そう、はい、そっからのインストラクターになろうとした、いや、あのすごい強く望んで、うん、なりたいなりたいと思ってなったわけではなくて、はい、気づいたらなってたっていう、自然な流れがいくつかあって、はいはい、でまあ辞めて、あの仕事を辞めて、はい、学生になったとか、はいはい、学生になった時に
ずっと副業でやってたスポーツクラブのスタッフから、フリーのインストラクターの枠をもらったとか、全部そのアルバイトとかも全部辞めて、はい、全部完全にフリーになったとか、そういうちょっとちっちゃな段階があって、それで今同じような立場で仕事するようになった。なるほど。で今回の今日の番組のちょっと自分の中でテーマがあって、そのじゃあ共通点が3人ともエアロビクスなので、じゃあそのエアロビクスにまあハマったきっかけっていうか、こうエアロビクスに出会ったきっかけっていうのをなんか今日は話をしようかなと思って、で今どちらかというとこうスポーツクラブってあの本当に20年30年前ってこうエアロビクスが全盛期の頃で、なんだっけフラッシュダンスとかかな、ああいう感じだよね、ああいうのがそう竹藤みたいなああいう感じで、そういうのがあったので、今結構いろんなプログラムができているので、どちらかというとエアロビクスだけじゃなくて、まあ例えばヨガとかいろんなクラスができている中で、じゃあなんでエアロビクスに出会ったのかというきっかけで、あとなんでこう自分もそう、最初にもともとそんな体育学校も出てないのに、最初はやっぱ自分もスポーツクラブに入って、なんかこうスタジオでエアロビクスっていうものをやってる、ワンツーワンツー踊っている、でなんか楽しそうだなと思って入ってみた。だけど入る勇気は必要、やっぱ箱の中のスタジオというか箱の中に入る勇気は必要で入ってみた。そしたら正直できないわけですよ、エアロビクスは動きがついていけない。そのできないのがきっかけで、じゃあ諦めるのかと思ったんだけども、いやなんか周りができてんのに自分だけできてないでも悔しさみたいな、これ次回来週出たら自分絶対これできるようになるんじゃないかと、なんかなんでこの人ができてんのに自分ができてないのっていう、このなんかこう、なんていうの、もどかしさっていうの、でそこからこう自分もハマって、でなんかもうエアロビクスもう毎日受けまくって、でその時地元は静岡だったんですよ、静岡の方のスポーツクラブでもう受けまくって、それでもう静岡では物足りなくて、やっぱり東京行ってレッスン受けようと思って、でその東京に行った時に、どこのスポーツクラブがいいですかって言った時に、そのティップネスがいいよってその人が言われて、そう沖縄にもティップネスはないんだけどもね、そう、その時はもうやっぱ東京大阪結構都心っていうの、結構主要都市みたいな場所にあって、だけだ、ね、そう、でそれで東京に行ってエアロビクスのレッスンを受けたら、それやっぱ人口も違うからスタジオ入ったら100人とかいるわけですよ、当時はね、びっくりして、多かったよね。でその時にもう動きがもう難しくて、またこれが自分悔しくて、すごい悔しい。それから自分東京に毎週これ通ってやろうと思って、その時に自分、何夜行列車、夜行列車と言うの、夜行列車に乗って、レッスン受けて、また一日受けまくって終わって帰ってくるっていうのをやって、その時にだんだんやっぱ東京に出たいって思いが自分なんか強くなっちゃって、で東京でやっぱやりたいっていう、やっぱ田舎者のこう憧れみたいなの強くなって、でまあ、やるんだったらそのフリーのインストラクターをやりたいなっていう思いがあったんだけども、その時にやっぱ葛藤があって、自分の中で会社員としているのはいいのか、だけど一回は思い切って自分でこう仕事をするっていうのがいいのか、だから会社員だったらこう安心じゃない、保証、まあ、保険とかじゃない、ボーナスもあるし、あのいろいろ保証があるじゃないですか、けどやっぱり自分がインストラクターで一回はやってみたい、こういう波がずっとあって、で会社員を10年やった時に、なんか自分の中で東京出ようと思ったんですよ。それでからそのエアロビクスってほら、あのインストラクターになるにはどうしたらいいですかっていうのはよく聞かれるんですけども、養成所が、養成コース、養成所じゃない、養成コースがあって、源さんどう、ちなみにいつですか、インストラクターになったって。インストラクターになったのが実は平成、令和じゃないですよ、平成元年の、ちょっと待って、ということは 30年前ですね。ということは今インストラクター歴がもう30年超えて31年目に入ったんですけど、はい、で自分も初っ端エアロビクスを始めたのってその前の年なので、実は昭和63年だったんですけど、昭和はい、ちょうどだから昭和63年で、ちょうど21の時、21の時に、たまたまあの家の近くにスポーツクラブっていうのができて、で当時ねものすごくフィットネスブームっていうのがその80年代の終わりすごかったんですね、でもう本当にピンからキリまであって、もうエグゼクティブな本当にもうそれこそ会費が
うん百万するようなスポーツクラブも当時はあった、ありましたね、昔はね、多かったね、はい、でまあそういった中で、まあ、割と庶民的な、まあ、スポーツクラブがたまたま家のそばにできたので、うん、まあ体力をつけたいっていう思いで、入会したんですね。それがもう本当に昭和63年の話で、で今背がね174センチで、あ、そう、うん、もっと高く見えます。そう、実際はなんかいつもこうスラッとしてるから、ね、うん、174で今はまあ68キロ前後ぐらいなんですけど、当時、はい、57キロとかそんなガリガリやん、ガリガリで腕立て伏せが一回もできなくて、ああ、でもうとにかく体力に自信がなかったっていうところで、うん、そのまあフィットネスと出会って、うん、もうでもうとにかく体力をつけたかったっていうのが一番、それが一番です。でそこからまあその前まで何をしていたかというと、ちょっと芸能プロダクションに所属してバイトしながらレッスンに通ってた時代が2年ありまして、はいはい、うん、でその時にダンスを習ってたのが最初なので、うん、今でいうジャズダンスとか、はい、ヒップホップ系のダンスを先に習ったのが19歳 で、はいはい、で21の時にそのスポーツクラブで入ってエアロビクスと出会って、そこからなぜかハマってしまった。なんでハマったんだろうね。でちなみにじゃあ、うん、富田さん、おとみさんはその、はい、え、じゃあ インストラクター歴って何年なんですか。何年だろう。いや、そんなことないけど、うん、何年になるんだろう。10年は超えてるけど、だけど10年って言ったらうちらの業界の中ではまだ若い方、若いっていうのはインストラクター歴で言うと、歴で言ったらどこだろう、中堅ぐらいになるのかな。中堅ぐらいの違うかな。いや、ちなみにそのエアロビクス自体にハマったきっかけは、そのエアロビクスそのスタジオに入るって、ほらスタジオに入るのは、うん、入会してから結構早くて、はい、で入会したきっかけも自分から入りたいと思ったわけではなくて、なんか3人集めると入会金がタダになるというキャンペーンをやってて、あるある、で当時巻き添え的な、当時学生でバイトしてたんだけど、はい、バイト先のやつが、はい、あと1人だからちょっと一緒に行こうやって、出た勧誘じゃん、いいよいいよって言って、まあ、興味もなかったわけではないから、じゃあちょっと入ってみようか、うん、一番乗り気でなかった自分が結局最後まで続いた。あ、よくあるパターンだね。でよくマラソン大会で一緒に走ろうよって言って、言った人が裏切るみたいな。そう、でその2人が3ヶ月で辞めて、そうなんだ、で1人だけ残って、で、まあ、真面目に通ってたんだけど、はい、ちょうどその時に通ってたクラブの男子ロッカーの真横がスタジオで、はい、もうめちゃめちゃテンションの高い曲がガンガンになってて、うん、でお姉ちゃんがキャーキャーヒューヒュー言って、なんだこの空間はって思って覗きに行ったのがきっかけ。そうだよね。昔は、自分スポーツクラブ以外でもよくレストランと併設して、うん、レストランみたいな横でスタジオがあって、うんうん、で、うん、昔は結構こうガラス張りで丸見えだったから見てくださいみたいな感じ で、うん、オープンだった。オープンで、うん、それやっぱ音楽なのかな、うん、そのノリのよね、ガンガンノリノリの音楽、うんうんうん、それが楽しいと思って、音楽になんか合わせてとかでは乗せて踊るっていうか、うんうんうん、ビートがすごくて、あ、どんどんどんそうそうそう、すごい楽しそうな空間と思って、うん、はいはいはい、でもその次の日からレッスンに行き始めた。はい、ああ、なるほど、ね。で、今、ラジオ聞いてる方とかも、今、動画で見てる方もいらっしゃると思うんですけども、実際にほらやっぱこう、あ、運動しないといけないなとほら、うん、時期的にも暑いから思うじゃないですか、うん、けどきっかけもないし、うん、けどまあスポーツクラブに入りました、うん、入ってもこのスタジオってほら別空間だから、うん、まず入る一歩目の勇気って欲しいじゃない、うん、自分最初、うん、もうやっぱここは自分とはもう無縁の世界だと思ったんですけど、ね、入るのも怖かったもん。だから最初入るのも嫌だったし、よく先生がレッスン初めての人って聞くときに自分手を挙げないタイプだった。あ、一緒一緒一緒。かまってほしい。もうかむ、もういいからほっといてくださいみたいな感じで挙げなかったけど、やっぱなんだろうね、エアロビクスって音楽なのかな、うん、動きもそうだし、なんかね、攻略するっていうのだから1回でできないじゃないですか、うん、だけどなんか、うん、もう1回やったら自分できそうな気がするとか、うん、
そうだよね。そう、そこなのかなと思う。そう、手と足を同時に浮かすっていう意味では、はいはい、なんだろう、こうゲームを攻略するような感覚。そう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 、なんていうの、わかんない、ロールプレイングみたいなね、うんうん、はい、そう。日本人にで、日本人って一つの踊りを全員で踊る盆踊りというのがあるので、盆踊り人種だからね、うんうん、だからね、もう日本に実はエアロビクスって入っても40年じゃない、79年からだから、うん、そう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 、 40年だ。そうだね。でもジェイン・フォンだ、うん、でも40年経った今でもやはり、あの、まあ、正直数は少なくなってるかもしれないんですけど、そうそうそう、エアロビクスはまだ残ってる。で、うん、世界的なレベルでいうと確か他の国ってもうエアロビクスというもの自体がなくなってるっていうふうに、けどさ、自分は変な人思うんだけど、ぶっちゃけ思うんだけど、うん、別にさ、そういうエクササイズにさ、うん、古い新しいもないと思うんだよね。そう、だってほらバレエはずっとバレエじゃんみたいな、うん、そう、ダンスはね、ほら、うん、ジャズダンスはダンスだ、なんかエアロが古いとかさ、うん、なんかさ、そこら辺はどうですかねみたいなね、思うと、うん、でもちょっと最近一時そのちょっとこうなんていうの、まあ、正直エアロビクスダサいっていう若い子たちが言い出したんだけど、そのね、若い10代の後半から20代前半の子たちがちらほらとレッスンに来るように、この1年2年すごいそれがあるのがなんか不思議で、うん、あの、何が起きてるのかなっていう、そう、何が起きてるんだろうね、よく分かんない自分も。そこが昨日も自分のレッスンの時に親子で来る、あ、いる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 でしょ、最近、いる、最近親子多い。いや、ほら、うちらもやっぱ30年ぐらいやってると、うん、その世代の方ずっとやってると、やっぱ親、ね、ほら、うん、世代がもう上になるじゃん、そのこう子供がこう20代、ね、20代前半だよね、うん、だからなんかお母さんが一緒にこう、うん、うちの子連れてきましたみたいな感じが多くて、うん、それでかなっていうのはあるんですよ、なんか、うん、だからもしかしたらそのまあその一時ダサいって言われたのが多分今から10年ぐらい前あたりがちょっとひどかったかなって思うんだけど、けど何でもブームってほらこう、うん、なんか繰り返されるから、だからちょうどまあ20代でもう青春をエアロに青春を言ったら注げた、注いできた、うん、あの皆さんがちょうどお母さんになってとかお父さんになって、はい、でお子たちがちょうど20代前後になって一緒にっていう感じが、なんかそういう回転なろうかなってって、はい、うん、ちょっと思うように、あ、体操年齢がそうなってきてるって、ね、そういうことだよね、繰り返されてるんでね、うん、ね、なんかさ増えるといいなーなんて思う、増やしたいよね、ね、うん、でそんなわけでなんかエアロビクスの話で、あの今聞いてる方でも、あ、なんかやってみたいなって思う方がいると思うんですけども、結局なんかあっという間にも時間が30分終わらないですよね、なのでこれちょっとあの課題として次回またちょっといろいろちょっと進めていきたいなと思っておりますので、じゃあなんか一旦じゃあ締めとして、じゃあ音美さん、こうエアロビクスの楽しい部分っていうのを今こう全世界中が今見てます、聞いてるので、なんかアピールしていただければと思います。はい、ノリノリの音楽とシンクロする体の動き、かっこいいじゃん、これが真面目じゃん、会った時がめっちゃ最高めっちゃ最高、楽しい、そう、楽しいよね、うん、楽しい。音楽がさ、ほら、うん、なんかこううちの世代の曲とかが、うん、またねこうハマるとさ、うん、うわーって来るね、来る、うわーって来るのがあるので、もうじゃあその楽しさをまたちょっと次回に伝えたいなと思います。というわけで、高田岩尾のラジオでフィットネス、また来週お会いしたいと思います。はい、ではお手を振っていきましょう。続きはラティフ、またさようなら。ありがとうございます。